こんにちは、幸子です。だいぶ回数を重ねて慣れてきた気がしています。今日もよろしくお願いします。今日の主役はこのアヤメです。この時期咲くお花に似たものがあるんですけれど、このアヤメと花菖蒲と柿つばた、少し前にケンザアレンジメントをした時、すらっと背の高い白いお花を咲かせたのが、あれが花菖蒲。すごく背が高くて花も割合大きくて、花色もいろいろあるのが特徴です。で、柿つばたは逆にもっと小ぶりで小さくて、花色は紫か白をつけます。で、中間サイズのこのアヤメなんですけれど、この紫の濃い花びらの新近くに白と黄色の網目模様をつけるのがアヤメの特徴です。今日はね、このアヤメを主役に花束を組んでみたいと思います。ではスタート。さあ、花束というのは花を束ねたもの、または束ねられたもので、手の中で組んで後で結んで仕上げますけれど、この花束を作る技術としては2種類あります。一つはこうイメージとしては、こう上も下もこう広がる、これはスパイラルテクニックという技術を使って作る花束が一つです。これはまた後でやりましょう。今日はもう一つの方、まっすぐに束ねる、パラレルテクニック、まっすぐに束ねるテクニックでアヤメの花束を作りたいと思います。まずは下処理がとっても重要で、自分がこう作るサイズの結ぶ位置より下にある、脇枝や葉を全て処理してしまいたいと思います。この時一番に頭をフルに回転させます。葉を落としながらも、その植物がどんな主張度でどんな動きを持っているかよく観察して、花束のどこに配置しようかを考えながら花束の完成イメージを膨らませます。さらには完成イメージに合わせて組む手順までを考えておきます。さあ、花束は組み始めたら一発勝負。アレンジメントと違って後で刺し直したり手直ししたりができないんですね。組み始めてから迷っていると水がもらえない状態が続く上に、手の温かさで茎が温められて植物の痛みを早めてしまうことにもなりますので、やっぱり準備段階できちんと植物と頭の整理がされていないと、手早く綺麗な花束を作ることはできないですね。見た目以上に花束は本当に難しいです。植物を見る目を養って束ねる技術の訓練を重ねないと、そう簡単にできるものではなくって、練習とか経験とかがものを言いますなんてね、脅してるわけではありませんので、ぜひチャレンジしてみてください。難しい分綺麗にできた時は喜びもひとしおです。花束が束ね終わりましたので、ここからは結束です。まずは握っているここをまず1箇所麻紐で結束していきます。麻紐は一度水に濡らしてから、植物を傷めない程度に、でもしっかりと縛りましょう。この場合もう1箇所下で留めてあげた方がとっても仕上がりが綺麗ですので、もう1箇所留めてあげましょう。この一番短い茎に合わせてまっすぐにカットしたいと思います。できました。で、最後に飾り方ですけれど、例えばここに筒状のこう器にね入れてもいいと思いますけれど、ここがこうどうしてもまっすぐなので倒れやすいんです。じゃあ今日はどうするかっていうと、石を使って留めたいと思います。完成です。実は今日は買ってきたのはこの白と濃いピンクの芍薬2本だけで、
あとはお庭とか山から取ってきたものたちです。大好きな青もみじも入れました。まっすぐの花束だから全部まっすぐなものを集めればいいかというと、かえってギュッてしてしまって綺麗な作品に仕上がらないんですね。まあ、っすぐなものもあってもいいけれど、意外とこう外にこうスイングするようなものを入れてあげると、まっすぐでもこう広がって綺麗な花束に、見えると思いますので、結構植物選びが難しいポイントかもしれませんね。いつかぜひチャレンジしてください。ではまたお会いしましょう。こういう渋めの取り合わせってどうですか？少し地味すぎますか？いや、この前のピンクのブックスアレンジの評判が良かったようなので、やっぱり華やかの方が見ていて楽しいのかななんて思ったわけですが、私個人的にはこういう渋い感じとかグリーンメインの取り合わせも好きなので、この路線もめげずにやり続けたいと思います。また来週、さよなら。